じゃんけんぽい、よっしゃせんぽ、じゃあ、うん、ちゃんとこれバージョンなの、ね、可能な限りネストボールとか使ってもらう、エンド、なるほど、ネストボールとかなかった、なかった、どう他のサポートもなかった、なかったですね、つぼつぼ使います、生絞り、デッキからエネルギーを絞り出す、え3枚そうか、そういう効果、鉄だから電池出たとき、エネルギーを絞り出します。これ絞り出したら良くないからね、このデッキは。そっちは。まあ。俺は絞り出すことに意味がある。エネスケール。で、スーパーボール7枚見て。出た。1、2、3、4、5、6、7。斜め見て。そっから、ポケモンとかなかった。よし。やば。よし、フォーマッツで。シャッフル。お願いします。もう一回スーパーボール使う。今ちょっと見えた、ちょっとめくれないときついんですけど、1、2、3、4、5、6、7、不発、不発、うーん、ちょっと待って、あーどうしよう、これ迷うな、まあ、これで普段取ってるから、あれ、何でもいいんでしたっけ、ピケモンなら、ピケモンなら何でもいいから、種とかも何、まあ7枚見てたからね、まあ何でもというか、7枚で、1段目なんで、リリエ5枚ドロスね、今3枚、そっか、1、2、3、4、5、さあ強い、あ、よしよしよし、ハイパーボール1枚、うーん、何に捨てようかな、まあ捨てる、捨てて、はい、ポケモン持ってきます、いるかな、あれがサイド落ちしてると結構詰むんだ、あ、サイドしてるね、やったぜ、やば、雷中デッキですかね、こっち、ってことは雷中 GX か、雷中 GX ですね、まずいサイド落ちしてる、ちゃんとこっちを持ってくる、はい、こちらとは、はい、で、エンドですね、ドロ、フーバーつけて、あそこつける、念のため、失敗したときに、はい、じゃあ食い散らかして取ります、1、2、3、4、5、いや、あでもまあ次1枚貼れば、まあエンド、外れだね今回、外れにすぎる、外れ、ドロー、じゃあ進化、ネストボール、ちょっといろいろ効果を読みながら、ピカチュウ出します、はい、いや、手張り急いでよかったわ、さっき、ケネがないんですけど、サンダーマウンテン、なんすかこれ、効果、エネルギーは1個、雷1個分少なく打てるみたいな、そんな効果、強い、でダンベル、ダンベル効果、電磁使います、はい、じゃあ山札から雷とグッズを手札に加える、雷と私、多分キャラで一番好きなのは電磁じゃないかなって思います、グッズ、あれグッズ、グッズ、いいグッズがない、くそ、スーパーボールでいいかな、現状、あれフーパーってこんなイラストだったっけ、で、エネつけて、はい、スーパーボール使います、また1、2、3、4、5、6、7、結構難しそうでしょ、難しそうです、あ、でも傷んで手札を加えて、で、シャッフルです、で、パワフルスパーク弱いんだよね、ゼラウラスタートしてないから雷のエネルギープラス20、はい、かけ20がプラスされる、だから40ダメージですね、4ダウン、はい、スケールわで、じゃあタイランドホールドオン180すげえ66、若干コードやつ、あとワンパンで落ちるんですけど、エンドです、やば、いやめみで、でもこれ今あれだよ、やっぱ腹使います、手札全て戻して切る、その後4枚使う、X 技使ってたなら7になるっていう、白なのに強くなる、1、2、3、4、そう、そういう条件があるんですけど、でもゼラオラないかしら、
とサポート使ったもんね。サポート使いましたね。ワーフルスパークが、はい、なんとたったの40なんだよね、現状40だ、はい、終わった。ドロこっちつけて、じゃあグラトニー GX 使います。100ダメージ与えて、普通の2枚取る、サイド多く取るんだね、はい、4枚取ります。終わった終わった。じゃあエンドで終わった。あのね、ここにゼラオラがあるの分かってんだよ。取ろう。つけて、じゃあフーとランで使って、はい、全て戻して5ドロー。当たらなかった。でも全部光るでしょ。スーパーレアとかも出てるんですよ。お前引きます。うん、まあ中古のベリーレアとかは割と安く入るから、いっぱい光らせられる。やっべ、全然引かねえ。ちょっと、マジか、これやば。ダメだ、これ。だって今40で、40与えてもビクともしないよね。しかも後ろにフープいい。ちょっとバトンつけて、あ、出た。で、パワフルスパーク40。40PG、うん、今1220ダメージか、はい、全然届かない。フーパタイランドホール。あ、でもワンパン耐えるんだ。それは、ね、それは心強いな。ドロー、やばいやばいやばい。じゃあ電磁グッズと雷エネルギーを手札に加えるということです。これ絶望的なんですけど。まあグッズポケモン入れ買えます。あー、それは強い。これでワンテンポ取るか。あれあれあれ、もう1枚あるでしょ。ないですよ、だってさっき4枚座って取るんです。2枚多く取るの。2枚多く取る。2枚も多く取るのぐらい。2枚多く取ります。お、すごっ。そんな効果。2枚びっくりした今。だジレオチ向いたら5枚取るんだね。そうですね、1枚1回で。あ、なるほど、ポケモン入れ替えます。あ、強いよ。で、ね、貼ります。はい、で4で、パワフルスパークが今40の60でしょ。60与えたところで生きてる。70与えたら死ぬ。1120だから残り90か。あ、届かないのか、しょうがない。じゃあパワフルスパークで60ですね。60だ、6のクッズセル。はい、了解です。レキパー使えば90ダメージになるから、はい、ギリギリ気絶のはずなんだよ。120たす90で210でしょ。あー、そういうことか。そう、今気づいちゃった。今フーパでいるんで。後続の悪事キングがいない今。はい、いないんですよ。じゃあどうぞドロー。あ、俺2枚とかね。あ、ずら俺じゃなかった。悪事キング来た、はい、引いた。これやばいね、結構。ほんとやばい。しかもこれ、あのハンデッドガードっていうのが、うん、あ、 EXGX かダメージいけない。ダメージいけない。積んでるね。80ドン、はい、100、いいよ、はい、積んでるんですか。エンド、ドロー。なるほど、これまずいな。ダメージいけねえぞ。ハイパーボールで合ってるのか。ハイパーボール2枚捨てて、はい、お、ライチュー、ライチュー捨てる。なので、はい、ちょっといいカード見てからいいな。でピカチュウ出します。はい、出します。出します。ねつけます。はい、でパワフルスパーク1、2、3、60足す20で80ですけど、これ GX、 EX 効かない、はい、っていう噂だったのでエンドです。ドローつける。っていうかゼラオラ引かない。落ちてる。今の2枚もゼロロじゃなかった。じゃあまた80って言うんですけど、まだ生きてるんだ。そうですね、100、80。あ、じゃあこれ4のせれば160、あと50だ。エンドです。進化したけど、どうってとこですね。足りないな、あと1枚足りないな、エネルギーが。進化までしたけど、ちょっと考えさせて。どうぞ。ここは逃げんじゃないかな。次死ぬもんね。そうですね。逃げます。はい、はい、エンドです。どうぞ。
じゃあここにつけます。じゃあまた超念力で80ゾンビして、じゃあ1枚いきます。でエンドです。でさあこれ出します。1枚引けば、あー引かなかった、くそ引かなかった。エンドです。え、うん、引かなかった、うん、ドロつける。じゃあ80ゾン80ゾン生きてる。ドロー。まあまあね、2枚捨てて4ドローします。2枚捨てないと使えないんだこれ。あちょっとめんどくさい。4ドローを、あ、引かない。くそ、ダンベル巻いたとしても、次80もらったら、死にますね。死にますね。はい、死にますね。開けた、開けたよ。エンドです。ドローをつける超念力。ちなみにもうボーやべやべグラトニーって2枚追加なのこれ。そうなんですよ、2枚追加か。そうか、1枚追加ぐらいだと思ってた。なんでもう2枚ちゃんと最初これ持ってくる。やばチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが